今改革を行わねば、遠くない未来この国は確実に滅ぶ。それにしてもお命を脅かされた場所へお招きくださるとは、なんというか。愛人のことといい、豪胆なお方だ。何者にも屈しないその姿勢、まさに王たる者の鏡と言えよ。結局ラズモフスキー伯爵という方が誰なのか分からずじまいでしたね。陛下にとってとても大切な方であることは確かだ。その方にまで危険が及ぶと言わなければ、我々の対策にも納得されなかった。私の愛人たちを紹介します。彼らはこの国を心から憂い、礎とならんことを神に誓った。私の大切な同志、彼らと共に新たなる議会制度を樹立させるための準備を進めています。デオン、親愛なるアンナ、手紙を書くのが遅くなってしまったことを許してほしい。私たちは1ヶ月前にロシアへ入国し、女帝エリザベータに謁見を許された。簡単ではなかったが、私は今のところ傷一つ負っていない。私たちはこの地で最高の味方を得ることができた。さらには個人的に姉リアのロシアにおける功績と信仰について、彼女から多くのことを聞かせてもらっている。そして我々は彼女を性的による謀略から守ることに成功した。詳しいことは書けないが、この武勲はフランスとロシアの今後の関係において良い影響を及ぼさずにはおかないだろう。ルイ15世陛下の騎士として大いなる誉れであり、歓喜に堪えない。これから知るべきこと、やるべきことが山積しているが、今私は一時的な快い虚脱の中にいる。そして少しだけ尊敬する姉へと近づけたような気がしている。この気持ちをこうして君に伝えられることを、君が笑顔でそこにいてくれることを心から幸せに思う。みんな見てますね。無理もないさ。今や俺たちはエリザベータ様暗殺を見事阻止した英雄。女帝の健在と健勢を改めて示すための式典じゃ、外国人としては異例の勲位まで賜ったんだ。お、デオン、あの女官お前を見ているぜ。不謹慎だぞ、デュラン。デュラン様、あちらの方はあなたを見てますよ。ん？で、おい先生、何事も経験だ。よっよ。エリザベータ様、お召しにより参上いたしました。ご苦労。ロシアの宮廷暮らしには慣れましたか？はい、格別の待遇に感謝いたします。働きに見合ったものです。昨日の閣議でベストゥージェフのシベリア送致が可決されました。私を亡き者にせんとした計略、それに関与した人物、一切について全く口を開かなかったようです。ついてはたった今、衛兵隊長に実行犯の首魁を速やかに捕らえるよう命じたところです。ボロンゾフですね。現在何か手がかりは？いえ、足取りも一向に。では
ベストゥージェフ名義の全ての家宅から押収した物品、暗号書類、その他の閲覧を許可します。衛兵隊長、お前たちはこの違法の騎士たちをあまり快く思っていないようね。ええ、そのようなことは。この者たちがやがて自分たちの上司になるのではないかと不安がっているのではなくて。滅相もございません。かつて私は彼の姉リアド・ボーモンを宮廷の正式な一員として招こうとしたことがあります。その時彼女が何と答えたかあなたはご存知？存じませんが、我が姉はこうお答えしたのでは。恐れながらフランス国王以外のいかなる君主にも仕えるつもりはございませんと。ルイが羨ましいわ。安心してお励みなさい。そして彼らへの協力を惜しまぬこと。フランスの騎士たちよ、あなた方が捕らえなさい。あなた方の目的のために。はい。僕は知らない、何も知らないぞ。お前だ、お前が悪いんだ。なんだ。お取り込み中のようでしたので、お隣を控えておりました。殿下へ騎士改正の秘策をお授けに上がった次第。秘策？さよう。少なくとも今の殿下のお考えよりは賢明かと。いざとなれば全てをエカテリーナ様の所業ということにして、ご自分は助かろうとお企みだ。革命教団があなたを選んだのです。ロシアの王位。一杯やらないか。主席は立っている。イシスのカード。貴様たちは金で雇われているそうだな。俺たちは徒党を組まない、誰にも媚びない。だが上前は跳ねる。世の中がどうなろうと知ったことではないわけか。ヨーロッパに真の秩序ある王国を築くってのがあんた方の歌い文句らしいが、その崇高なる革命とやらを成し遂げるためには、酒を断つより前に克服しておくべきことがあったんじゃないのか。私ならあんなヘマはやらない。エリザベータへの忠誠を捨てきれず、そのムクロをまともに見ることができずに、まんまと猿芝居に引っかかった。その甘さがお前自身を今の状況へと追い詰めた。いかがわしい流浪の錬金術師と小生意気な田舎娘の厄介にならなきゃならない哀れな逃亡者へと貶めたんだ。音もするぜ。旦那の言いつけだ。ロレンツィア、血の力を与えてやれ。敵は私の魂を、私を闇の中へ永久に死者のように住まわせる。
シュータカ、彼らの上に恐怖を投げ、彼らが人間に過ぎぬことを思い知らせたまえ。王家の死の秘密とやらを暴くのに、あのフランス騎士に降りる魂を奪う必要があるんだけど。私が代わり？怖いか？報酬は3倍に弾むとさ。わかったよ。後からまた吹っかけてやる。女帝の行為はありがたいが、めぼしいものはなかったな。まだ暗号文書が残っていますが。老後の慰めにとっておこう。ロシア語の教科書は俺が送らせてもらうよ。国境や都市の関門にはすでに厳重な警備がなされている。奴はまだこのサンクトペテルブルクのどこかに潜伏しているはずだ。しらみつぶしに当たるにはこの国は広すぎる。4人じゃどうにもならん。あの隊長の様子では今頃衛兵たちは血眼だろう。これ以上外国人に手柄を奪われるわけにはいかないでしょうからね。ボロンゾフを捕らえるのは我々でなければならない。奴をシベリアへ送られてしまったら、今度こそ王家の肘を解くための情報源を失うことになる。どなたですか？デオン様に書簡をお預かりしております。これを宮廷に届けたのは14、5歳の少女だったそうです。王瀬の誘いか？そのようだな。手間が省けました。うん。残されたわずかな可能性にかけるつもりのようだ。俺たちがロシア宮廷と完全に協力し合えないことを見越してるってわけか。デオン様と我々を亡き者にすることで口を封じ、暗殺計画について女帝に申し開きをしようと。おそらく。受けて立とう。アンナ、何とおっしゃったんだ。陛下、ご説明を。改革議会、何ですかそれは。我々は何も聞かされておりませんぞ。横暴です。この場で議論すべきだ。そのための制度法案はすでに用意しています。さらには新たな議員たちを迎える準備も。それはどこの誰です？我々が国を憂いていないとでもおっしゃられるか。旧議員の今後の処遇については善処することを約束します。女帝陛下。どうしました？お耳に入れたきことが。後で聞きましょう。今日の閣議はボロン族を見つけたのです。陛下を裏切った男の隠れ場所を僕の配下が。即刻逮捕して極刑にさせ。殺してでも連行しろ。フランスの騎士たちにも知らせなさい。あくまでも生かして捕らえ、彼らにも尋問の機会を与えるのです。はっ。決闘状、確かに受け取った。お前には聞きたいことが山ほどある。姉さんを、リアド・ボーモンを殺したのは貴様か。
あの時、貴様はエリザベータ様の死を心から痛み、そして詫びていた。なぜだ？なぜ己の忠誠に背いてまでも。貴様には分かるまい。誇りを奪われないためだ。騎士としての名は理解できない。だから我々の敵なのだ。真に全ての者が迎え入れることのできる改革は革命教団の側にしかない。支援、死を与えておいてよかった。でももしあのフランス人が殺されちまったらどうするかって。魂二つもぶら下げてボロンゾフごときにやられるようなら用はねえさ。いい具合に弱らせてくれりゃ締めたもんだ。連中からたんまり巻き上げて、その後はパリの女性たちを殺したのはなぜだ。革命と何の関係がある。必要だからだ。すべては王家の死を読み解くため。うん、女たちにはすべてある共通点があった。姉さんにもか。そうだ、リアド・ボーモンもまた王家の死のために犠牲となったのだろう。いやはり貴様、いかん。デオ、デオ様。抜け。ドイツも先生より年季が入ってそうだな。お前の姉を殺したのは私ではない。私は死んだその姿を見ただけだ。では来るよ、そばにいる。おい、すごい。今姉さんを受け入れるわけには。正しき者の集いにも耐えられない。まことに正しき者の道は神に知られ、悪しき道は滅びに至る。リアド・ボーモン、ロレンツァ。すごい、すごいよこんなの初めて。真実と忠誠の名において、私はお前に報復する。ごきげんよう。長い間待たせてしまったけれど、いよいよあなた方をロシアの宮廷へと招く時がやってきたわ。さあ、第一回改革議会の準備を始めましょう。お久しぶりです。あなたはマクシミリアン・ロベスピエール。故国を捨て理想世界の建設に身を投じた者。女帝エリザベータ、あなたの血をいただきたい。
かつてルイ15世の正当な婚約者であったあなたの血を。望むだけ流しましょう。私を亡き者にしようとも、必ずロシアを憂う者がまた立ち上がる。気高い人だ。生き地では意味をなさぬことが恨めしい。せめてあなたが最も愛した者たちの手で神の身元へ。高貴なる生贄を得て王家の死は語り始める。瞑想を始める北の大国、亡き女帝の意志、それを継ぐ者、そして守る者、今厳かに立つ新たなるロシアの化身、その影で孤独の騎士が最後の剣を抜く。